さあ皆さんこんにちは、チャンネル視聴いつもありがとうございます。今日はですね、この前行ったファーウェイバンド6、どうもファームウェアが新しいのが出てるようで、でここなんかも取り上げてみようかなと思ってます。で今回のこのバージョン、新しいバージョンは 11.1.1.24っていうバージョンみたいなんですけど、ここの主な変更点を見てみると、まあ、例えば夜の時間帯で画面の明るさを自動に下げてくれるようになったり、ファーウェイのスマートフィットネスデバイスとの連携をするようになった。あとは最適化に関してはタッチスクリーンの動作の最適化だったり、あとはまあ必要に応じてメッセージを表示したり、そしてシステムの安定化というのがこの最適化の項目の中に記載されてますね。今アップデート中ですね。こっちも今アップデートになってます。そういえばあれでしたっけ、ファーウェイバンド6の上位機種が出るか出ないとかっていう噂が出ていて、皆さんもファーウェイバンド6 Pro でなんかこう気になってるポイントだとか、まあこういうのがあったらいいよねとか、そういうのがあればちょっとぜひコメント欄にいろいろとご意見を書いていただければなと思います。ファームウェア自体はちょっと時間かかる感じですね。ようやく 90% になってきましたね。ちょっと正確に時間測ってないんですけど、なんか優に5分ぐらいはかかってる感じですね。で今回のこのバージョン、新しいバージョンは 11.1.1.24 っていうバージョンみたいなんですけど、ここの主な変更点を見てみると、まあ、例えば夜の時間帯で画面の明るさを自動に下げてくれるようになったり、あとはファーウェイのスマートフィットネスデバイス、これとの連携をするようになったみたいです。あとは最適化に関してはタッチスクリーンの動作の最適化だったり、あとはまあ必要に応じてメッセージを表示したりする、そして、システムの安定化っていうのがこの最適化の項目の中に記載されてますね。で、あとは修正点としては、NFC が、ある特定の場合に動作しないっていうのがあったようなので、そこの NFC の不具合を修正したという感じで書いてあります。まあ、ちょっとこのタッチスクリーン動作の最適化だとか、あとは夜の時間帯で画面の明るさを自動的に下げてくれるとか、結構細かいところまで改善しているなという感じはありますね。ちょっと早速試してみますね。で今はこちらはインストール中になってますね。そっか、でも6、ファーウェイバンド6のプロが出るとなるとまた気になりますね。なんかスマートバンド好きとしてはもう買わざるを得ない感じになるかと思います。まあ、大抵の場合イギリスでの発売なんかは中国で発売されてから、まあ、大体2ヶ月ぐらいとかですかね、経ってからローンチっていう パターンが多いんですけど、そこまで待てないのでアリエクスプレスで買ったりとかっていうのは結構ありますね。でも物によってはやっぱり 2,3 週間ぐらいかかったりするので、そういったところからするとちょっとまあ使って少ししたらイギリスでもそのまま例えば Amazon とか公式サイトとかで買えるような状態があったりするので、まあちょっと待てばよかったのかなとかっていうふうに思うことはあるんですけど、まあ、どうしても待てないっていうのが大きくて、アリエクスプレスで買っちゃうことが多いですね。はい、これで今、バージョンが新しく
なったのかな、ちょっと見てみますね。そうですね、 11.1.24 になってますね。これでまあ普通にこう触ってみて、まあもともと画面遷移なんかはストレスなく使えていたので、まあこのあたりは特に今のところは大きくなんか改善されたなというのは特になかったりはするんですけど、若干こうなんでしょうね、ぬるぬるさが出てきている感じはあるかもしれないですね。まあ、このあたりのスクロールの感じとかですかね、ちょっとスルスルっといくようなものがあったりするのかな。あとあれでしたね、画面の明るさなんて、このあたりの設定、ああここに新しく入ってますね。これが、新しく追加された項目で、これをオンにしておくと、夜の時間帯に画面の明るさを自動的に下げてくれるような設定になっているかと思います。これが今オフの状態で、まあ、あの画面の明るさ5で、まあ、マックスなんですけど、例えばこれをオンにしておいて、この状態で今結構暗くなったのが分かりますかね。で当然1にするともうどん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 暗くなるので、あこれは結構便利ですよね。ちょっとうっかりと寝てる時に画面がついてしまって、うわっと急に明るさでこう目が冴えちゃうっていうケースもあるかと思うんですけど、まあ、これをオンにしておけば基本的に夜はかなり暗くしてくれるっていうのは、いや結構これは便利ですよね。あとはまあシステムの安定性というところに関しては、まあ、もうちょっと使ってみていろいろとレポートをしてみようかなと思います。あとあれですね、修正点の中であった NFC に関しては、まあ、自分の方では使ってないので何とも言えないんですけど、こちらの方も改善されているみたいです。この明るさに関してはものすごく、便利になったと思いますね。いいですね。はい、という感じでした。で、皆さんもこのビデオを見て、このファーウェイバンド6がもっと気になったとか、あとは自分ももう買って使ってますという方々であれば、どんな機能がこうお気に入りだとか、まあ、こういう生活シーンで使ってますとか、まあ、そういうのがあればぜひコメント欄でいろいろと教えていただければと思います。あとはこういうところってどんな感じですかとか、あとはこの気になってる部分があるんですけどっていうようなものも、いろいろと質問とかいただければ、随時私の方でもコメント欄見てチェックしてますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。じゃあ今日も最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは海外で人気なガジェット、スマートフォン、サービスやアプリなどに加え、イギリスで乗っている車の紹介や現地での運転の様子などをいろいろと取り上げています。ぜひチャンネル登録をしていいねをお願いします。